これは中国のお正月のテレビ番組です、今日は中国の大晦日ですのでね、とても賑やかなテレビ番組がやっています。歌や踊りや、楽しそうなんですね。テレビ番組とても賑やかです、テレビの中はね。僕自身は今、宿泊先のホテルにいます。ちょっとね、結構退屈です、出歩きたいんですけどね、外はね、結構雪がまだ少し、いや、降ってない、雪はもうやめました。お、滑ります、滑ります。道路が凍ってますんでね、結構滑るんです。転ばないように気をつけますね。大晦日ですけどね、まだスーパーやってます。もう一度行きたいと思います。漬物ですね、漬物。よくわからないな、いっぱいあるんですね。これは何でしょうかね。おそらく豚の耳とか。こっちにはカエルがいますね。ここありましたね、カエルです。多分生きてますね。カエル動かないですね。こちらにはなんと亀が売っています。これはみんな食べるんですね。中国では亀も食べるんです。そうです、魚もこのフナ、フナですかね。日本のそばに近い、そば、中国の公衆電話です。日本のとちょっと違うと思います。何か番号が書いてある。使用方法、これ日本語ですね。使用方法、中国語も同じ意味なんで。はい、昨日降った雪です。これは雪がまだ雪が残ってます。雪が落ちてきます、上から。はい、笹の葉がたくさん、竹がいっぱいありますけど、パンダはいません。ここにはね、動物園に行かなければパンダはいません。そこに猫がいます。猫が黒と白の、あれ、どっか行っちゃった。見えない、どっか行っちゃった。ここは公演が終わった。花火が鳴ってます。適当に散歩をしてますけどね、どこに何があるのかよくわかりません。これは花火の跡ですね。すごい大きな花火ですね。こんな花火そのままここに放置してあります。花火が終わって捨ててあるんですね。大きな、
く変な場所に来ています。なんかすごく変な場所ですね。ここは人が住んでないですね、おそらくね。ドロドロになってしまいました、靴が。見てください、この靴、泥の中歩きましたね。泥が、こんな靴に泥がついちゃいまして、泥を取ります。あー、ひどい、これはひどい。すごく変な場所に来てしまいました。泥がすごい、泥道です。泥泥泥を取ってこの階段で取ります。よいしょ。これはまるで廃墟ですよね。人が住んでないですね。廃墟、廃墟みたいな感じです。とこがあるとは。爆竹が鳴ってます。中国のお正月は爆竹をたくさん鳴らすそうです。爆竹の破片、残骸、先ほどの。車が多いです。車が多いです。これ全部日本だったらダメですよ、車こんな止め方し、道路に平気でこんな止まってますよ、買い物するために。駐車違反ですよね。確かタクシーの運転手さんが間違えて僕をここで降ろしたんですよ、最初。最初ね、ここで降ろした。あんレストランかな、これはね。何でしょうか、エステかなんかだと思いますけど、エステかなんか。みんな休みですね、お正月は。お店みんなやってないみたいですね。爆竹の跡ですね、これは。見てください、これ花火の跡です、これは。昨日夜すごい音がしましたんでね、爆竹の花火。残骸です、ゴミが。そのまま捨ててありますよ、ここに。これは道、
歩道ですけど、爆竹の、ね、ゴミがそのまま捨てられています。誰かが片付けると思いますけど、あのラーメン屋だな、ラーメン屋。はい、注文していたラーメン、野菜ラーメンが来ました。油っぽいですね。油が見えますね。油がたくさん浮いてます。そして餃子が来ました。油っぽいです。ラーメン掴むのが大変です。これ滑るんですよ。あー滑る、あー滑る滑る。ちょっとラーメン掴みづらい。でもね、日本のラーメンに比べるとちょっと そうめんっぽいというか、そばっぽいというか、ね、ラーメンの方が美味しいと思います。正直ね、あんまり美味しくないラーメン。油すごいです。美味しくないラーメンでした。中国武漢の高架路に来ています。では中の方に入ってみたいと思います。继续炸，来了，炸就炸，上车吧，走，走吧，走吧，上哪边出去啊？喊出来了。
トイレを探していて、ちょっと道に迷ったかもしれないですけど、とりあえず階段を上がっていきたいと思います。